耐水袋維持 25kg の製品先行部にン保爆薬を装填しているところン保爆薬は爆薬の一種、昭安油剤爆薬とも、火薬学会企画によれば、硝酸アンモニウムと燃料油からなり、他の火薬、爆薬、金属ことを含まない爆薬で、工業来管、または電気来管で起爆しないものを言う。配合例は昭安94%、 燃料油6%。起爆には他の爆薬をライカ管として起爆し、電爆する。発生ガスの量に比して、発生熱量が少ないためダイナマイトよりも安全であり、かつ安価なので、採石などの郊外葉っぱに急速に使用を広げた。主成分の昭和は経営をよく吸収するように、多項質プリル状のものを使用する。これは昭和製造工場で、 高い遠い頂きから熱溶融昇暗をスプレーし落下中に冷却して粒からだにする。昇暗は保存中に空気から湿気を吸い固化する性質があるので有機凍結剤を添加するが放気上0.2%以下と規定されている。有機物があると昇暗の爆発性がまし危険なためである。また暗保は 来館では起爆されないことが放棄上の絶対条件であるが、ある種の有機冒険剤は製品安保の来館感度を上げてしまう。安保爆薬が発明されたのは1950年代後半であるが、発明者は不明で製法の特許も存在しない。ただし当時北米ではロバート・アッカーや メルヴィン・クックがショーアンと種樹の物質を組み合わせた安価な爆薬の特許を多数取っている。特にクックはショーアンと水、栄冠剤といった比較的入手性の高い原料から作られるスラリー爆薬をカナダの鉱山で実用していたこともあり、誰かがディーゼル燃料として入手性の高い軽油とショーアンを混ぜてみたのであろう。特許がないため北米から世界に急速に広まった。 日本で製造が始まったのは1964年である。ダイナマイトより安全かつ安価なので、採石などの郊外葉っぱに急速に使用を広げた。最初は既存のダイナマイト製造者が暗穂を製造し、ダイナマイトと同様に一本ずつ包装していた。しかし、それでは暗穂の利点を利用できないので、葉っぱ業界で製造し、袋詰めなどのバルクで、葉っぱ現場に運搬し、 葉っぱ口に注入するようになった。さらに火薬類取締法の改正で、移動式製造機の使用が可能になり、肥料商案と経営から葉っぱ現場で製造するようになったことで、暗保の利点を完全に享受できるようになった。暗保がダイナマイトと製造量で被験したのは1973年であり、最近ではダイナマイトの約3倍以上の量が使用されている。 地域によってはこれを使った密量が横行しており、材料がどこでも入手可能なため取り締まりが困難である。テロリズムにおけるテロリスト側が用いる安価な兵器の一つであり、車爆弾や即席爆発装置といった攻撃手段の主たる爆薬として用いられる場合も多い。ありがとうございます。